皆さん、こんばんは。入れてるかな？なんだ、電波がそんなに良くないのか。あ、来たね。来ましたね。来ましたね。来ましたね。来た。ナオキ1990。よし。こんばんは。コメントありがとうございます。今接続し、あ、来ましたね。たたよかったです。よかったです。あと1分ほど、開始まで時間があるので、9時ジャストからですね、一応スタートすると、はい、了解です。いう形でやっていきたいと思います。皆さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは、まあ、もう時間もあれですし、次々とこう入ってきてくれてるので、ここら辺で始めちゃいますかね。はい、それではですね、本日6月20日土曜日、ちょうど夜9時を回ったところでございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、前々から、皆さんにお話ししていた橋本直樹さんに来ていただいております。で、橋本直樹さんはですね、僕の方から自己紹介を簡単にさせていただくとですね、まあ、なんていうんですか、こう本当に、日本野球の強豪校の一つに数えられる大阪の PL 学園高校に行ってですね、で、まあ、そこで、いろいろあったようでして、今日はそこのところも聞いていければなというふうに思うんですけれども、中退をしまして、でその後に、日本の独立リーグでプレーをして、日本の独立リーグから、クリーブランドインディアンスとマイナー契約をすると。でそこでアメリカでマイナーリーグの環境で数年間プレーした後にですね、今は日本に戻ってきて、子どもたちに今ですね、今も面白いんですよ、実は。150キロ投げるサラリーマンということでですね、次の世代に自分の経験とその150キロ投げるというノウハウをですね、教えてくれてるという熱い男でございます。それでは、橋本直樹さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、僕が住んでるのが実は仙台でございまして、今日橋本直樹さんは沖縄から。沖縄です。はい、ありがとうございます。わざまあ、冒頭ちょっと橋本直樹さんの自己紹介を簡単にさせてもらったんですけれども、はい、今回のなんていうかな、こうベースボールオンラインサロンのこのテーマというか、やりたい大きな枠組みの内容としては、やはり甲子園が中止になったというところからですね、僕ちょうど TikTok なんかも始めて、いろいろ中高生から連絡をいただくようになってですね、なんかこう、良くも悪くも、なんか僕らはちょっとかわいそうな、ね、世代だっていう子たちもいるし、世の中もちょっとそんな雰囲気にある中で、前回、日本野球界のエリートの道を歩んできた横山貴明投手という元楽天イーグルスで、高校も甲子園に行って東京六大学行って、そこから楽天と、まさにエリートを歩んできた横山投手にですね、いろいろとなんていうのかな、こういう、苦しい状況であるかもしれないけれども、実は可能性とかチャンスってたくさんあるんじゃないのっていうお話をしていただいたんですね。で今回はなんていうんですかね、 PL 学園に入学して野球部に入っておきながら、いろいろあって野球部を辞めてしまい、まさに今の子どもたちと今の高校3年生と同じような状況からですね、這い上がってアメリカ挑戦の切符を手にしたというところで、いろいろ今日お話を聞ければなと思ってるんですけれども、はい、そもそものご出身ってどこなんですか？中学校の時はシニアですか、ボーイズですか？出身はですね、大阪のボーイズですね。おー、はい、なんていうボーイズなんですか？大阪の東淀川ボーイズですね。で、PL に行く流れっていうのは、もうやっぱりそもそもその当時から結構活躍してたんですか？いや、中学校の時はそこそこですね。そんなに目立った選手ではなかったですね。コントロールも悪かったし、
あんまりピッチャーもしてなかったような気もします、ねはい。バッターの方が好きだったので。はい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 、はい。で、高校は高校はピッチャーとして入って、はい。ピッチャーとして入って、そうですね。夏の大会前ぐらいに、まあ、ちょっとメンバー入れてもらって。ほうほうほう。え、それもう1年生で、はい、?1 年生ですね。はあ。やっぱり1年生でベンチに入ると、なんかよくトラブルになるっていうのは、まさによく聞く話なんですけど、強豪校こそ。そうですね。いや、逆に、PL 学園はベンチに入ると、その上下関係 の, この先輩のお世話みたいなものはちょっと少なくあります。ほうほうほう。はい、あ、そっか、ベンチに入ってる方が、まあ、いい意味で、はい、まあ、そっち側に優遇されるみたいな。そうですね。ちょっと野球に集中、ちょっとできるようになります。じゃ逆に言うと、1年生でまだ、まあ、言い方あれだけど、ベンチにも入れてない子たちの方が、なんていうかこう、もう雑用の方が。雑用といろいろお仕事がいっぱいあるのでしんどかったのかなと、その辺僕はちょっとちゃんと野球1年生の時からできたのでまだマシだったかなって思いますね。うーん、それから、野球部は何年生の時まで、 PL 学園の野球部には何年生の時までいたんですか？ PL の野球部2年生、夏ですね、夏まで、夏まで。これ聞いていいのか分かんないけど、そもそも辞めちゃった理由は何だったの？辞めちゃった理由はですね、ちょっと僕が不祥事を起こしてしまって、ほうほうほう、ちょっと同級生と、はい、ちょっとこういうのをしちゃって、まあちょっとね、若かったっていうのもあるんですけど、本当に、まあその時、もうやっちゃって、辞めさせられたと。そういう小競り合いになっちゃった理由っていうのは何かあったの？本当にくだらない。本当にくだらないです。あ、やっぱり普通の中高生のやんちゃな子たちが陥るようなところ。そうですね。別に何ら大した話でもないけど、大した話でもない。行き過ぎた感じです。そうだったんですね。いや、で、そこから PL 学園の、野球部を辞めることになる、中退して辞めることになる、その後はどうしたんですか？その後はですね、まあ、もう野球辞めようと思ってて、半年ぐらい、まあ、ぼーっとしてて、まあ、学校は行ってたんですけど、PL 学園の方に。まあ、でも、もう、俗に帰宅部のような生活を半年ぐらい送ってて、で、まあ、半年経った時に、ちょっと野球をもう一回やりたいなと思って、で、ちょっとそこで高校通いながら、ノーベースボールクラブさん。おー、そっかそっかそっか。練習参加みたいな感じで。やらせていただきます。じゃあ野球部は完全に退部したような状況で、クラブチームに所属しながら練習をこう、まあ、大先輩。そうですね。はい。わー、もう全然平均的な選手でしたね。そんな目立った。今1年生ベンチ入ってたけど、そんなに目立った選手じゃなかったと思います。もう平均的な。はい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 。のこう、まあ、現実というか、やんなきゃいけないことというか、なんかいろいろ困ったこととかトラブルになったこととかもあった中で、まあそれが成長につながったこともあったのかなっていうふうに思うんだけれども。そうですね、うん、そこら辺のその心の変化ってどういう感じだった？ね、一番なんていうか変わったのがやっぱり辞めた時ですね、野球を。で同級生が確か大阪府大会決勝戦まで行った。ああ、そっかそっか。はいはいはい。それを見てて、くそーと思いながら、こいつらに絶対、ま、もう負けたくないと思って、そっから、ちょっとノモベースボールクラブで、もう、ここからちょっと挽回したろうかなっていう感じで、今までこの、ね、練習とかも自主的にやったことなかったんですけど、やるようになってから、もう球
が一気にガンって早くなって、はい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 、そっから天気やったと思います。あっていうと、こうまあ状況的にはこう一人にならざるなくてなってしまったんだけれども、逆に一人になったこと であとその悔しい思いとかが込み上げてきたことで、どうやってまあね、今ね毎日やらされる練習かもしれないけれども、チームがあって練習が知ってる仲間たちを超えるかっていうことを、まあ、そこでこう初めて考え始めたってことか。そうですね。それっていい意味でクラブチームの先輩たちの影響もあったっていうこと？ありましたよ。やっぱり社会人と、この高校生のレベルが全然違うんで、それはそうだよね。見た時はびっくりしましたよ。こんなレベル高い世界があるんやと思って。まあそれも大きかったですね。やっぱり150キロ近く投げる選手初めて見たし、前田健太さんも2つ上にいたんですけど。お、前田健太とそうですね同じ1年3年ってこと？1年3年です。じゃあ前健は甲子園に出てる世代です、はい、だよね。そうですね。ただ僕が入る前の先発の時なんで、まあ僕が入ってから準々決勝で負けましたね。はいはいはい。いやー、なかなか面白い立ち位置にその当時からいたんですね。皆さん今日はですね、ぜひコメントなんかもどんどん落としていってくれればですね、可能な範囲でお答えしながら進めていきたいと思いますので、まあ、話聞いてて気になったこととかこちらでコメントは見てますので、ぜひぜひコメントも落としてってください。はい、ということで、今現在、話の流れとしては、まあ、PL 学園高校の野球部を辞めて、まあ、一人になって、なんていうかこう考える力というか自分でこう考えてどうしようかなみたいなところまで行ったと。でその後野茂ベースボールクラブから僕と出会った神戸サンズ独立リーグに至るまでの過程はどんなあれがあったんですか？家庭はですね、やっぱりこの高卒ではちょっとやばいなと思って、大学行くこと決めたんですよ。その時、はいはいはい、ちょっと将来のこと考えて、はいはいはい、で大阪の、ね、阪南大学っていうところがあるんですけど、まあ、そこに、まあ、なんていうか、あれは栄養入試っていうんですかね。じゃあ高卒の資格取ったんだ。あ、そうですね、取りました。偉い、素晴らしい、はい、はいはいはい。で、現役で卒業して、で、まあ、阪南大学行って、そこからスタートして、また新たに心入れ替えてやろうかなと。そうだったんですね。はい。で、その大学に行って、どのタイミングで神戸サンズに？ですね、これもちょっと情けない話なんですけど、大学3年生ですね、単位が全然足りずに。言ったらもう親に家を追い出された状態で出ていけと。で、その経緯で神戸まで行きました。大学3年の秋かな、秋ぐらいですね。で、その神戸サンズのトライアウトみたいなのを受けたみたいな。はい、受けて。で、合格して、はい、で、神戸サンズで投げてる間に、そういうスカウトとかが来て、はい、で、そのタイミングでクリーブランドインディアンスのスカウトの目に留まったと。そうですね、たまたま。それって契約したの何月？夏ぐらいでしたっけ、あれ？6月ぐらいですね。7月か、7月ぐらいです、ね。はいはいはい。ってことは、もうすでにマイナーリーグのシーズンはスタートしてるところで渡米したんだ。そうですね、途中からです。じゃあ途中合流か。フォールキャンプから。フォールキャンプちょっと前から。あ、秋ね。じゃあシーズン終わって9月とか10月ぐらいに合流したって感じか。そうです、そうです。はあ、はい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 。でフォールリーグで、いろんなそのね、そのシーズンのマイナーリーグで力を出し切れなかった選手たちが各チーム、アリゾナだよね、アリゾナに送られて、その、はい、若手の選手たちが競争してるところにいきなり入れられたって感じか。そうですね。はあ、でそこからレベルはシングル A でやってたんでしたっけ？そうです。1回シングル A 上がって、ほとんどルーキーで過ごしたんですけど、あ、そうか、ルーキーでやって、その後シングル A。はい。で、2シーズン半。そうですね、2シーズン半ですね。ちなみに、その、一番最初のアメリカ野球の衝撃は何ですか？衝撃はまず言葉ですね。ああ、そうですよね。言葉分から
ず、チケット、うんうん、あの飛行機のチケットも分からず、うんうん、乗り換えミスって、おお、そっち到着する段階、一人だったんだ。一人で行きました。はい、英語を勉強したこともない状態で。うん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 、そっか、通訳はもう現地の球団通訳だもんね。そうですね、通訳って言っても、このメディカルチェックの時と、うんうんうん、最初、初日、3日間かな、うんうんうん、だけでしたね、最初は。あ、そこからはいなかったです。そうか、じゃあ本当に球団の、日本語喋れる人にいろいろサポートしてもらってたみたいな感じか。そうですね。ほう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 。ちなみに当時の橋本直樹といえば、あれ当時最高155キロぐらい投げてたんだっけ。そうです、最後のマイナーのシーズン最後は150、うんうん、97マイルだからいくらぐらいですか。55、すごいね。それぐらいですか、ね、はい、まあ、はい、150キロを超えるまっすぐのストレートを武器に評価されてマイナー契約するわけじゃないですか。あ、そうです、はい、はい、で、まあ、なんていうんですか、まあ、アメリカも何も知らない、いい意味でまあ、イケイケの橋本直樹が自分の自慢の150キロを持ってアメリカに行く、はいはい、でいきなりフォールリーグのマウンドに立たされる、で相手は全員いかついアメリカ人、特にストレート150キロなんて、まあ、余裕とは言わないけれども目は随分日本人よりは慣れてるぜという男たちを相手に、どうでしたか、初めての初登板はいかがでしたか。初登板はもう、なんていうのかな、もう小山の大将的な感じで、まあ、アメリカに行って、ほうほうほう、野球やっていけるやろと思って、言葉は分からんけど、野球やっていけるやろと思って、はいはい、たら、まあ、まず僕、リリーフで登板したんですけど、先発のピッチャーはまず55とか、もうアベレージで投げてて、何これみたいな。で、僕が次投げたら、もう、おっそうみたいな。でも、ね、その、技術ないから変化球投げとったらいけるやつとカーブとか投げたりとかしたら全くそういうわけでもなくて、うん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 、しっかり対応してしっかり振り切られてスタンドインとか、まさにまさに、あのそれってあの多くの日本野球に携わってる人が大きな勘違いをしてるところだと思うんですよ、はい、その、うん、アメリカ人なんてストレートしか打てねえだろうって、力だけでやってんだろうと、だから変化球なんか打てねえだろう、ほーいってポーンって打たれるみたいな、でまあ、正直なんていうかな、その全てのクオリティがもっと高いところでやっぱり競争してるわけじゃないですか。ストレートって言ってもストレートの質も当然あの高いでしょうし、あら電波が、あ、何何、あ、ちょっと電波が弱いためっていう風になってしまいましたね。めちゃめちゃいいところで、おお、あ、直樹くんもう一回入ってきてもらっていい？あ、直樹ミュートになってるな、そっちが。あ、違う、俺がこれもう一回開始しなきゃいけないのか。はい、再開しました。皆さん申し訳ございません。戻ってきました。あ、こんにちは。皆さんすいません。ですね、ちょっとなんか電波が弱くてですね、これだね。はい。いけたかな。OK。あ、いきます。すいません。すいません。いいえ、申し訳ないです、申し訳ないです、大丈夫です。あれ、これ入れた？あ、はい、参加待ちになって、はい、本当ですか、本当ですか、うん、参加待ちになってるな。あ、来た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 、ごめんなさいごめんなさい、はい、はい、あのめちゃめちゃいいところで接続が切れてしまいまして、皆さんすいませんでした。あの話戻します。めちゃめちゃ大事な、めちゃめちゃ面白いところ、あの今話してたのはですね、あのなんていうのかな、こう、まあ、今あの直樹くんが言ってくれてたように、まあ俺150キロの剛腕の武器でここまでやってきたし、まあ、日本のね
その、まあ、独立リーグでも今スピードは確かに上がってるけれども、やはり当時あの日本人でそこまでキレのあるストレートを投げれる人がいなかったと。で、言う中で橋本直樹は、いや俺なら全然いけんだろ150キロでって言ったら、え、それ実際どうだったんですか、初日の初登板は、アメリカ人に対する初登板は。はもう完全に印象、うん、僕の印象を 裏切られましたね。もう技術もあるし、うん、もうパワーは桁違いだし、で、まあ、なんていうかな、チェンジアップを投げて、まっすぐで、まっすぐで追い込んで、そしたら、逆方向にしっかりとフェンス直撃打たれて、なんやこれと。1イニング3失点ぐらいしたんですかね。速攻。それがアメリカのデビューだったと。それがデビューでした。あ、いや皆さんこれ本当に大事なポイントだと思います、うん、その僕ら日本人が全くアメリカの情報を持ってない感じで思ってるアメリカよりも本当に技術もパワーもスピードもかなりハイクオリティの中で本当に若い子たちが競争してると。でしかもそこ あのルーキーリーグとかだと選手たちの年齢もう当時の直樹よりも若いんじゃない。そうですね、10代から20、まあ年取って22とかですかね。当時何歳で23で契約したの？22？ちょうど22です。ちょうど22です。はい、じゃあもう本当にギリギリのラインというか。はい、そうですね。はあ。だからやっぱり19、20、21ぐらいでもう150キロなんか当たり前に投げるし、バッターも変化球も含めてそういうのも技術的に対応してくると。今言ってくれてたように、はいはい、その投げた球が反対方向のフェンチョク打たれるみたいな。そうですね。で、そこからどうしたんですかって伝えたけど、どうこう修正していったんですか。まあ、いきなりカルチャーショックを受けるわけじゃないですか。はい。はい、で、質問にもね、事前の質問にもあったんだ。そうだ、これ出せるかな。はいはい、あったんだけれども、あ、これ答えちゃってから出せないのか。なんか違うの出てきちゃったな。まあいいや、ちょっとごめん。これは気にしなくていいんだけど。いくら現役ではないといえ、やっぱり怪我はつらい。そう、これ今日僕がですね、あの重りを上げてたら、ハムストリングを軽くやるという、はい、恥ずかしいことをあの書いたら友達が書いてくる、慰めの言葉を送ってくれました。あ、はい。まあ、あのごめんなさい、話戻ってですね、そのマイナーリーグの実際の生活について聞きたいっていう選手たちもたくさんいたんですね。実際どういう生活なんですか、どういうところで、うん、あのまあ、宿舎みたいなところでいて何時に朝起きて、はい、どういうルーティンでこう、はい、毎日を過ごしてたのかみたいな、うん、キャンプの時は、ホテル、うん、ホテルからですね、ホテルで暮らして、2人1部屋で、で僕は、たまたま当時、村田徹さん、今日本ハムの、徹さんにお世話になって、一緒の部屋にしてもらったんですけど、その当時、村田さんは何歳ぐらい？村田さんは28ぐらいですかね、後半だったと思います。はいはいはい。はい、はい、3A ぐらいにいて、お世話になって、でもホテル暮らしでキャンプに行くときは、で、朝6時ぐらいにバンが迎えに行くんです。うんうんうん、で、そこにもうありったけの人、つべつべに入れられて、球場に連れて行かれて、で、練習会場9時ぐらいか、9時ぐらいですね。で、それから、それまでにご飯食べて、で、まあ、各自アップ、うん、というか、まあ、トレーニングルームでバイク漕いだり、あとは、グラウンドにはもう6時半ぐらいには着いてんの？15分ぐらい。6時半ぐらいですね。15分ぐらいで。着いて。で、全体練習は9時からだけども、みんなそれぞれ、はい、自分のいろいろユニフォーム準備したりとか、着替えたりとか、道具磨いたりとか、はい、トレーニング、人はトレーニング行ったりとか。そうですね。そうですね。で、アップ済ませて、各自済ませてグラウンド行って、軽くこう、まあ、動かして、キャッチボール、バッティングっていう感じですね。まあ、はい、ノックもあるし。じゃあもうその9時開始の段階に合わせてみんな準備してるような感じ。合わせて、はい。ここは日本で、練習はどのぐらいの長さなんですか？は、9時から11時半ぐらいですかね。で、終わったら飯食って、昼から、まあ、オープン戦入ったらオープン戦。っていう流れですね、キャンプの時は。キャンプの
時は、うんうん、もうそこ、うん、1週間後ぐらいに試合が入るんで、試合が入るんで、うんうん、そこ多分日本のキャンプ僕行ったまあ経験ないんでわからないですけど、もう現地に行ったらもうすでにもうブルペンで投げれる状態で行かないといけない、うん、っていうのは多分日本と違うところだと思います。よく言うよね、うん、その日本のさプロ野球のスプリングトレーニングのキャンプっていうのは、うん、まあまあ、当然目的が違うっていうのはあるけれども、どっちかというと合宿みたいな。そうですね。こう、はい、うん、全員でとにかく量をこなして、はい、夏を超えられるだけの体力をつけるためになんか、まあ、極端だけど1000本ノックとかさ、1000本バットフレーとかさ、はい、はい、個人練習をいっぱいやるみたいな、うん、でもアメリカはどっちかというと、すごく党内連携とかその牽制の練習とか、うん、そういうのもやるけれども、うん、シンプルだよね。シンプルですね、シンプルですね、うん、全員が成功するまでやるっていういわゆる日本の練習スタイルっていうよりは、うん、全員が共有できるまで確認できるまでやるみたいな。そうですね、確認作業みたいな感じですね。確認作業みたいな感じうんうん、だから逆に言うとなんていうのかな、こうちゃんとやってないと置いていかれる、うん、そうですね、っていうのはう、ね、うん、まああるのかなっていうふうには思いますね。だからまあそのやっぱ自分次第ですね。やらなかったらもう切られるし、やって当たり前っていう雰囲気、やって当たり前っていう雰囲気なんで、うんうんうん、なんかやらされてるというのはこっちからやらないといけないっていう雰囲気です。やっぱりあとはその与えられた試合の登板の機会とかで指導者がその時こそ見てるから、そうですね、そうです、うん、でそのスプリングトレーニングのなんていうのかな、こう結果次第でその年にどこのマイナーリーグに送られるかが変わるわけだから、うん、だから本当に一人一人が競争の中で自分を高めるために、うん、戦ってる感じ。そうですね、そうですね、うん、でその中で個性も出していかなきゃいけないわけだ、はい、はい、人と違うところ。実際、うん、その後さ、まあ、いきなりアメリカに行って150キロ右腕が150キロだけでは戦えないとこう面を食らうわけじゃん、はいはい、そこからこう橋本直樹はどんな風にこう自分をなんていうのかな、こう適応させていこうっていう風に思った。まずはですね、やっぱり僕日本人なんで、体は絶対勝てないと思ったんです。もう絶対に、うんうんうん、もう見た感じ勝てないと思ったんで、パワーで勝てないから、もうとりあえず日本人らしく、もうメカニックを考えようと、ピッチングフォームから見直して、でも考えたことなかったんですけど、そんなに。考えて、でもうストレートは通じないんで、もう伸びのある球を捨てました。まずそれが大きかったです、決断が。フォーシーム投げるのをやめました。ずっと小学校とか縦に投げる、縦の回転みたいな、綺麗な回転みたいな、いわゆるストレートみたいなね、はい、ずっとやってきたのを、結構これ勇気あったんですけど、捨てましたね。これを本当に変えました。あとさ、よくアメリカでプレーするピッチャーはそのボールが滑るってことに悩んでるんだけども、はいはい、実際やっぱ滑る、はい、滑ります、滑ります。あ、めっちゃ滑ります。なんかこう対応してた策とかあった、なんかよく松屋に塗るとかさ、なんかね、この間菊池雄星さんもあったけどさ言っていいですかねこれ。いいんじゃない。あ、うん、僕は日焼け止めをここ手首にまず塗って、うん、この日焼け止めも何か忘れたんですけど、アメリカのやつね、はい、種類があるらしくて、うんうん、でその上にロージン塗ると松屋にみたいにペタペタする。それでやってましたね。それでやってました。教えられて。教えられて。うんうん、はい、いや本当にアメリカ人ってそうやって生き抜く術をみんなそれぞれ持ってるんだよね。持ってますね。で多分松屋にも試すし、そういうのも試すし、いろんなことやって自分に合うものをみんな使うんですよね。そうですね。そうですね。いや多分こういうのってなかなか聞けない話だと思うし、これはなんだろう、こうアメリカ野球のいい意味での暗黙の了解の話じゃないですか。そうですね。で当然ルール上ダメっていうふうにはなってるけれども、うん、まあ、それがなかったら投げれねえよっていうぐらいボールが滑る。滑りますね、本当に滑りますね。そうそう。で多分この動画こういうふうに見てくれる子たちもやっぱり海外に挑戦したいっていう思いは間違いなくあるので、そういうねリアルな情報がこう戦う前からあるっていうのはすごいありがたいことだと思うから、すごいいいと思います。実際あとはそのやっぱりメジャーリーグの施設ってすごいわけじゃん、うん、
トレーニングも含めて、そうですね、はい、でいろんな各専門分野の指導者とかもいたと思うけれども、はい、まあ、当然言葉の問題もあったと思うけど、はい、そういうのをどういうふうに使い倒したとかはありますか？まずはウェイトトレーニングのやり方、ちょっと2年目ぐらいからちょっと英語聞き取れるぐらいにはなったんですけど、2年目ぐらいの時にウェイトトレーニングも自分から質問しに行ったりとかして、あ、こんな考え方あるんやみたいな、いっぱいありましたね。トレーニングはすごかったです。だからその、まあ、前もちょっと2人でね話した時に話したけれども、やっぱり適応するまでの半年間とか1年間ってもったいないよね。もったいないですね、うん、かなり。だから、ね、だから結果橋本直樹選手はそのクリーブランドで 2シーズン半ぐらいこうやってきたわけだけれども、はいはい、でその行った時から今みたいなその松ヤニとか滑る滑らないの件もそうだし、トレーニングもそうだし、うん、現地でのこうタイムスケジュールとか、うん、現地でこう優先とされること、日本と違うところっていうのをこう知っておくに越したことはないと思うんですね。そうですね、はい、間違いないです。そこら辺ってなんかこう、まあどうかな、こうアメリカに行ってやっぱり変わったことってある？その自分の考え方とか向き合い方とか、まあ、高校の時こうしておけばよかったとか。変わったことは、うん、そうですね、そうですね、もう何か一つ自分の持ち味を見つけることですかね。見つけることですかね。やっぱり見てくれないんで、僕も150キロ持ち味だったんですけど、それが持ち味じゃなくなったんで、じゃあ何を持ち味にするのかっていうのを考えてずっとやってました。ずっとやってました。だから自分の持ち味、絶対人にはないものを見つけるのが大事だと思います。そういうことをこう球団の中でこう仲間とかできてアドバイスしてもらったりした？うん、そうですね。そうですね。ボールの動かし方とかはめっちゃ教わりましたね。教わりましたね。はい。それはやっぱり日本ではなかなか教えてもらえないっていうか、まあ、普通にやってる人がいないってことなんだろうね。そうですね。縦回転で投げろしか言わないので。ボールの動かすやり方を教えてくれる人もいなかったですね。日本では。それはやっぱ中南米の選手とか。そうですね。そうですね。中南米の選手。中南米の選手。めっちゃフレンドリーなんで。で、彼らのその野球に向き合う姿勢とかってどうでした？そうですね。そうですね。まあ、まあ、生活をかけて野球やってる彼らは。やっぱ自分の国がやっぱ貧しいので、やっぱこのアメリカに行って成功したいっていう思いがすごい伝わってきて、彼らから。これは日本人負けてるなと思いましたね。ハングリーさというか、そういうのは本当に、あの南米の選手には勝てないなと思いました、僕は。マイナーの給料も手取り12、3万ぐらいですかね。そうだね。日本円で。そうです。皆さん、マイナーリーグっていうのは、もう給料月1200ドルぐらいだよね、US で。そうですね。そこの微妙な違いはあるけれども、もうほぼ。99% のマイナー契約の選手がそれです、給料は。はいはい、だから契約金は何千万っていう高額な金をもらえるけれども、はい、毎月のこう普通の給料っていうのは、まあ、1200ドルだと思ってた方がいいってことだよね。そうですね。そうですね。で、その他のミールマネーとかもらえるんですけど、ミールマネーってご飯を食べるお金をちょっと、そうだね、1週間ごとにくれたりするんですけど、全然贅沢はできないんですけど、さっき言ったその中南米の選手、その13万のお金のうち8万円ぐらいを家族に送ったりとかしたりとかしてるのを見て、俺、こんな8万も家に送られへんわみたいな、本当に生活かけてやってるんだなと思って。そこは本当にすごいなと思います、南米の選手。いや、面白いですよね。全くそういう意味でこう価値観が違うし、はい、こう自分たちで生きるためにどうするかっていうのを考えた結果、まあ、そういうところにこう行き着いて、選手たちもそれぞれ、やっているんでしょうし、はいはい、それは非常に、なかなかこう、マインドセットっていう部分でね、日本ではなかなか、なんていうのかな、こうそこまで自分で考えて、自分で行動できる選手っていうのは多くないと思うので、
じゃあやっぱりアメリカに行って、まあ、そういうね、実はアメリカ人って技術的にも能力的にも非常にクオリティの高いものを持ってるっていうところだけじゃなくて、こうマインドセットっていうか考え方、戦い方っていう部分に関しても変わってった。そうですね。そうですね。うんうんうん。ちょっと僕もその練習とかあんまり好きじゃない方だったんですけど、ではよく日本でもう早く練習終わらんかなとか言ってるキャラだったんですけど、まあそこの中に混じってたら、なんでなんか恥ずかしいなと思って、どうせ野球やるのか真剣にやるっていう考えになりました。そこでアメリカで、日本じゃ思わなかったけど、練習終わりよと思ってたけど、彼らを見てると、人生かけて物事してるのを目の当たりにしたときに、何甘えたこと言ってるのかなと思って、そこから変わりましたね、僕は。だから、まあ、よく話するけれども、やっぱりそういった部分って、日本って本当に恵まれてるし、仕組みが素晴らしいし、だからこそ、まあ、これ多分本当にどこのチームでもあるわけじゃないですか。チームの全体練習早く終われよっていう気持ち、はい、日本の、はい、でもまあ日本の指導方針的にはもうなんだろうな、こう監督が言うこととか、まあ、全体に合わせなさいっていう、はい、まあ、当然の日本での当然の全体主義なんで、はい、まあそこはね、非常に難しい、この時代と情報がどん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 変わって錯乱していく中で難しいところではあるけれども、やっぱり今の選手たちにも思うのは、今ある自分のキャリアを真剣に向き合って、今この1分1秒与えられた機会を、まあ、最大限自分の未来に向かって投資してほしいっていうことだよね。そうですね、そうですね。今ちょうどこの野球をやる上でのプロセスは何ですかって、ちょっとなんかちょっと理解難しそうな、なんとも言えないコメントが来てるんだけど、どういうことか分かんないんだけれども、多分僕の解釈ではきっとそのなんか分かんないけど、マウンドに立つまでのルーティンとかプロセス、そういうところで橋本直樹投手が気にしてたこととか自分で持ってたものってありますかっていうようなことかなと思うんだけど。ないですね、ないですね。僕リリーフなんで、ルーティンとか作ってたら、それ、まあ、あったんですけど、崩れること多いじゃないですか、アメリカって。スケジュールがね、予定が予定通りいかないってことね。はい、予定通りいかないんで、作るのやめました。はい、逆にね。はいはい、じゃあでさ、この間、ちょうど、他人と話してて思い出したことがあったんだけど、さっきの話になるけれどもさ、そのアメリカ人ってさ、戦うべきとこ分かってるのすごくない？ああ、そうですね。なんかさ、ベンチとかでもバッターとかもさ、みんなさ、じゃれ合って楽しそうに遊んでるのにさ、はい、打席に入った瞬間こうクッて目の色が変わったりとか、はい、ピッチャーとかもさ、遊んでるくせにマウンドに入った瞬間、自分の番が来た瞬間いきなりゾーンに入るからさ、いきなり話しかけにくくなったりするじゃん。はいはい、これ衝撃じゃなかった？緊張してるとかじゃないんですよね。もう本当に集中してるんですよ。そう、自分の勝負にいってるよね、うんうん、これってさ、周りに合わせることが美徳とされる日本人にとってはかなり衝撃じゃない？衝撃ですね。だからもうベンチで遊んでる時点でもう外されますもんね。でさ、なんかさ、みんなが遊んでるから遊んだ方がいいのかなって思うけど、うん、みんな自分の勝負時にはもうちゃんと勝負してるし、勝負してる、はい。だから逆にこうどう振る舞ったらいいか分かんなくなるよね。うん、そうですね。もう球場入るときもね、音楽が鳴らして、ガムテッカーが鳴らして、来てるけど球場入ってユニフォームでキャッチボールになったらお祈りしてちゃんとキャッチボール入りますから。うわ、カモン。また電波悪くなった。なんかまたちょっと止まってますね。こっちはやってるのかな、ね、インスタライブの方がちょっと止まっちゃってるな。頑張ってくれ。なんでだ。あ、来た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 。あ、来た来た。あ、よかったよかった。よかったよかった。もう一個質問来てたんで流します。はい。はい。全体的に見てた時に、うん、今の高校野球が一番変わらなければならない点は何ですかと。うん、なかなか面白い質問ですね。これは、うん、ねえ。なんていうか、こうアンダーグラウンドの世界から成り上がっていろんな道を見てきた橋本直樹だからこその質問かもしれないですね。そうですね、まあ、日本は日本でいい文化もいい部分もあるんですけど、例えば、まあ、野球はやっぱりこのチームプレーなんで、やっぱ一緒に
冬連とかね、きついことやって、このチーム力を高めるとか、は、まあ、素晴らしいとは思うんですけど、中には、なんていうのかな、さじ加減も分からずに、やみくもに走らしたりとか、そういった指導者がまだ多いのかなと思って、指導者、もっと勉強してほしいなと思います。勉強してほしいなと思います。このトレーニングとか。トレーニングとか。だから、今って、まあ、なんていうのかな、こう大きな時代の変わり目であるというか、うん、もう完全に時代は多分シフトしてるんだけれども、そのやっぱり、実際の指導の現場って大して正直変わってなくて、はい、でその現場の中にいるやっぱり選手たちも今こうしてまあ、いろんな人がね今こうやってこのインスタライブも出たり入ったり見てくれてるけれども、やっぱりそういった選手自身当事者が正しい情報を正しく判断できるっていう能力っていうのはこれからやっぱりすごく大事なのかなっていうふうには思うよね。だから指導者は変わらなければならないというのは本当に当然の話で、ただ、ね、やっぱり難しいよね、その、これ難しいですね。で橋本直樹が変われたのって、うん、アメリカっていう野球が超衝撃的なものをドカンと、はい、橋本直樹20年の人生に落っことしてくれたと、はい、やっぱりそれがあって、なんかこう考え方とか向き合い方とか、うん、野球に対する考え方っていうのが変わっていったと。そうですね。だからね、本当に日本国内で自分の与えられたポジションの中でそのポジションを守るためにやってる指導者のことを考えると、まあ、変わるっていうのは確かに難しいのかなと。ただ一方でこうして簡単に情報を手に入れられる時代でもあるので、ね、うまく使ってほしいなっていうふうに思うよね。それは本当にこう思います。そうですね。いやでもそのやっぱりアメリカに行ってからこれだけ変わったっていう話がちょっととってもとっても面白いですね。ただやっぱ日本のね、野球も、なんていうんだろう、僕 PL 学園で、まあ 1年生の冬連だけ体験したんですけど、やっぱ本当に死ぬかなと思って、本当に心底から死ぬんじゃないかなと思うぐらいきつくて、でも1回だけしか経験してないんですけど、僕は1年の中、あの経験があるから今何があってもしんどくないっていうこのメンタリティ的な部分はありますけどね。だからみんなやっぱ冬連とかきついとか思うと思うけど、そういったものもあると思うので、間違いではないとは思います。いやでも本当よく言うよね、はい、まあなんか難しい、どう取るかも難しいけど、やっぱり死ぬほど辛い体験ってあるに越したことないし、でもさ、その辛さって違うわけじゃん。アメリカに行った時さ、孤独ってあったでしょ。ありましたね、ありましたね。チームの中でさ、なかなか溶け込めない、話もできない、はい、何を考えてるかわからない、うん、それによる不安とかさ。そうですね、いっぱいありましたね。ありましたね。洗濯機の回し方わからない時は死ぬかと思ってね。でも、明日試合だからね、本当困るもんね。はい、本当に困りましたね。そういった部分から困ってました。本当に孤独でした。いやー、素晴らしい経験を本当されてます。またちょっと違う質問が来てました。とても個人的な質問なのですが、ナックルボールを投げる投手はどれぐらいいましたかという質問でございます。頻繁にはいなかったんですけど、たまにいましたね。へぇ、まあ、絶対日本の野球界、プロ野球界よりは多分いると思います。まれには見ます。たまに。さっき言ってたように、本当にいろんな個性を、多様性を受け入れてくれる土壌にはあるってことですね。はい、そうですね。ただ、とはいえ、そのそれぞれのもともと持ってるスペックみたいなのがすごく高いわけでしょ。はいそういうところだよね。もう一つ来てます。よく言われるのですが、野球とベースボールは違うものは何ですかと。野球とベースボールの違いは何ですかと。これ素晴らしいグッドクエスチョンですね。グッドクエスチョンですけど、難しいですね。はい、どうでしょうか、橋本直樹投手。ベースボール何が違うんでしょうか。そうですね。そうですね。
何が違うんでしょうか。難しいですね。そうだね。でもこれって本当にやっぱり言語化することってすごく難しいですよね、うん、でもただ肌感的に違うっていうのは多分感じてると思うんだよね、うん、で僕がよく、まあ、ちょっとごめんなさい僕の回答になっちゃいますけど、よく話をするのはさっきのその練習サボりたいっていうことって、うん、いわゆる部活をサボりたいだったと思ってて、うんはい、僕は部活とスポーツは違うと思ってるし、はい、で野球とベースボールも違うと思ってるんです。でこれどういうことかっていうと、まあ、いわゆる日本の野球ってやっぱり日本の文化から与えられてきたものってすごく根付いたものって強いので、はい、やっぱり日本の部活の文化とか体育の文化とかあとはもっとその前に戻るとやっぱり戦後のその日本の教育の中であったその体育部活っていうところの文化っていうのはなんかこう叩き上げでなければならないというか、うん、なんか、ね、野球以外の関係ないことも全てが野球につながるんだと、はい、だから何でもかんでも無茶しなさいと、うん、でも思春期で多感な我々にはそんなこと理解できるわけなくて、だからきっと練習に行きたくないなとか練習にサボりたいなっていう風にみんななるのかなっていう風には思うんだよね、うんはい、ただ一方で僕がアメリカに行った時に野球をやってて怖さはあった、不安とか怖さとか孤独はあったんだけれども、あのグラウンドに早く行きたかったのよ、うん、あのグラウンドに立ちたかったのよ。これってスポーツの本質だしベースボールの本質なのかなっていう風に思うのは、うん、そのやっぱり好きだから行くし好きだからワクワクするし、うんでそこの競技スポーツのフィールドで戦わなきゃいけないから頭使うし、うん、で自分で考えるしっていうところって多分自然と経験してきてると思うんだよね、うん、そうですね。やっぱりそのなんていうか変な言い方でしょ、草野球に出かける感覚ですかね、僕は、うんうんうん、いやでもワクワクするんですよ。ただやっぱ結果求められるし厳しい、まあ、明日クビになるやつがおるっていう中でやってるんですけど、でもなんか、うん強制的ではない何かのそういう違う雰囲気がありますね。ワクワクして野球はしました。楽しかったです、うん、でもやっぱりそれが全ての原点だよね、はい乗り越えるため戦うため、はい、でその試合の結果が悪くて明日クビになるかもしれない、うん、でもやんなきゃいけないなってワクワクするもん、好きだもん、だから離れたくないもんじゃん。きっと本質的なところってすごく感性みたいな感情の部分が強くて、うん、で感情で愛せるものってすごく生きがいになると思うんだよね、うん、で一方でその好きだったはずなのに人間関係が辛いとか、うん、その先輩が意地悪するとかで監督が理不尽なことで怒ってくるいじめてくるっていうのはやっぱちょっと違うよね。そうですね。だからそれはこうどう解釈するか でも多くの今のねサラリーマン僕らよりも上の世代の大先輩方が言うのはそういう理不尽も含めて世界一苦しいことを俺らは乗り越えて今があるんだみたいな、うん、分かんなくもないけど分かんなくもない必要は別にないよね。まっすぐ自分の目標に向かっていくためには別になくてもいい、はいはい、なくても優秀な選手たちっていっぱい生まれてるし。そうですね、そうですね、うん、だからまあで今の時代は自分で選択できると思うんだよね、はい、やりたいことを、はい、だからそこをねこう勇気と覚悟を持って自分の意見を出せるか言えるか。そうですね。チームって集団の中にいるとその変な話だけど発言しない方が楽だよね。楽っすね、楽っすね、うん、だから日本って結構そういうところで、うん、もうキャプテンだから答えなさいとか、うんはい、でお前そういうキャラだからねこの面白おかしく遊んでとか、うんいいんだけどね、分かりやすくてすごくいいんだけれども、一方でその人たちしか前に出れないと、他の30人、40人、または100人の大所帯であれば100人の成長の機会が失われている可能性があるんだよね。うん、そうですね。だから人前に出るとか意見をするっていうのはすごく責任が伴うことなんだけれども、それだけ成長の価値があるというところかなと。さて、違う質問がまた来ておりました。MLB に存在する代理人の現状を教えてくださいと難しいですねいうような話でございます。当時橋本直樹選手はいらっしゃったんですか、代理人は。そうですね、一応あの壇野村さんのところで面倒見てもらいました。大手とか有名というか。そうですね、
でも、まあ、僕プレイヤーなんで、みんな多分分かんないと思うのは、代理人事務所ってどういうサポートしてくれるんですかっていうところじゃないかな。ああ、そうですね。道具の手配とか、とは、まあ、飛行機の航空券は球団がやってくる。まあ、あとは、あれですね、まあ、もし、クビになったときに、次のチーム探してくれたりとか、そういうサポートですね。サポートしてくれる。のが代理人だと思います。僕ちょっとプレイヤーなんで、あんまり詳しくわかんないですけど、サポート、基本的にはサポートしてくれる人たちですね。そうなんですよね。多分あとはその契約金の部分のところとか、球団に入ってからの待遇的な部分とかね、多分その、まあ当然飛行機のチケットとか球団が出すのは当たり前だとは思うけれども、まあ多分そんなところかな。で、そのね、あの大きい事務所、大物事務所というか、そういう風になってくると、今、直樹さんが言っていただいたように、その野球道具の手配とかね、メーカーがどうこうとかね、そういうつなぎというか、まあ、そういう交渉をして持ってきてくれるっていうのが、まあ、大手事務所ができることですかね。そうですね。それぐらいですね。なんか来ました、ね、沖縄に。なんかコメント来てました。読んじゃいますね。はい、沖縄に住まれてみて育成年代を含めた全般の沖縄野球少年ぶっちゃけ変えた方がいい点などありましたら教えてください。これでもまさに多分沖縄に限らずの部分は当然日本の野球界あるでしょうね。そうですね。沖縄の野球、あれ今沖縄に住んでどれぐらいですか。今4年目ですね。沖縄、まあ、よく言うその内地との違いっていうような部分でもしかしたら、聞きたいのかもしれないですね。そうですね。でも沖縄の子やっぱ身体能力はすごい高いので、やっぱりでもこの島なんで、そのやっぱオープン戦県外の選手やるのは難しいので、そこがちょっとハンデになっちゃってるかなと思います。やっぱりいい選手を見る機会が、まあ他の県よりはちょっと難しいでは。あるじゃないですか。ああ、そっか、競争力っていう。競争力部分。例えば僕も、ボーイズの時に兵庫県にすごいピッチャーがいて、あいつすげえなと思って、大阪にあんなおらんぞ。なったりとか、沖縄じゃそういうのは、ね、県内でしか見れないんで、そういうライバルを見つけたら成長もあるから、難しいであるんで、そういう周りにはそういうもっとすごい人がいるんだと思いながら練習すればいいんじゃないかなと。それはもう橋本直樹がどんどん少年野球の現場に降りていただくことがいいんじゃないでしょうか。あ、これコメントしてくれてるの小浜さんなんで、あ、小浜さん、はい、あのベースボールオンラインサロンの、はい、あの方なので、ぜひぜひあの顔出して遊びに行ってください。ぜひよろしくお願いします。小浜さんよろしくお願いします。お願いします。いやでも本当に多分なんていうのかな、でもそれって今橋本直樹が今までの人生の中できっと経験してきたまさにことですよね。そのアメリカに行って面食らうぐらいすげえやつらがいて、そうですね、ちょっと変な話、関西の独立リーグの中ではさ、それなりの立ち位置で、まあ、トップの中でやってたとはいえ、ね、その中でもっと上の世界を見たらどんどん上がいてみたいな。そうですね、でやればやるほど上には上がいるわけじゃないですか、アメリカには数も、はい、そうですね。そうですね。チャップマンもいましたからね。隣の、シンシナティレッツとインディアンスの施設、まあ一緒なんですよ。はい。そっかそっかそっか。で、当時シンシナティレッツにチャップマンがいて、ちょっと覗き、オープン戦覗きに行ったら、ピストルみたいな球を蹴って、あ、これはやばいな。ああいうのを見たら本当に、あ、上がいるんやなと思って、なりましたね。なりましたね。いやでも本当にさっき話してた、そのまあそれによってどう向き合うか戦うかっていうところですよね。そうですね。日本人としてっていうところで、チャップに勝てないですからね。まあね、スピードでは勝てないからね、スピードとパワーで。そこで方法を考えますから。そうですよね。いやありがとうございます。もうあと10分切ってしまったので、最後エンディングの方に向かっていきたいなというふうに思うんですけれども、やはり聞きたいのはですね、
あのごめんなさい、今日なんかあんまり高校野球の話できなかったんですけれども、あのアメリカネタがすごくたくさん出てきたので、橋本直樹は実際今の高校3年生と同じような、まあ、境遇、まあ、ちょっと違うけれども、やっぱり体験をこうしてるじゃないですか、はい、でそれを踏まえてですね、はい、どうした方がいい、ああした方がいい、こうした方がいいっていうことを、まあ、なんていうかな、こうみんな、ね、今の自分の今年の夏に希望を持ててない子たちって少なからずいると思うので、はい、そういう子たちにこうアドバイスというか何かあれば。そうですね、僕の場合はもう高校3年生の時はもうチャンスはもうゼロだったんで、でも、いつか、ね、このプロ野球選手になりたいっていう思いを持って過ごしてきて、その夢を諦めずに、ね、今できることを真剣にやってれば、いつかチャンスは来るんで、で僕もそのイニアスからスカウト来たときは、まあ、僕を目的に来たわけではなかったですね。ああ、言ってたね。はいはい、当時、チームメイトにベンジュエル何人いましたっけ、5人5人ぐらい、なんかいっぱいいたね、うん、でそいつらを見に来た中でたまたま僕がいたみたいな感じなんで、だから、ね、真剣にいつもやってればいつかチャンスは来る、でチャンス来た時にそれを発揮できれば、それは夢つかめると思うんで、だからもう一日一日そういうアピールする場がなくなったのは辛いとは思うんですけど、諦めずに、ちゃんとやってれば絶対どっかでチャンスは絶対回ってくるんで、だから日々、毎日、全力でやってれば絶対チャンスは来ると思います。いやー、めちゃめちゃ大事なポイントですね。いや、素晴らしいですよ。いや、でも本当にあのおっしゃる通り、やっぱりこう、ね、いろんな情報が入ってくる時代なので、輝いてる人たちって輝いて見えるじゃないですか、はい、あのね、今甲子園がやってないけれども、もし甲子園があれば甲子園で活躍してる人、いつも雑誌の表面に出てくる人で、やっぱりそういうものにこう劣等感とか、いやなんか俺とはレベルが違うんだなって感じちゃうことってあるけれども、今橋本直樹投手が言ってくれた通り、あのいつどこでどんなチャンスが来るかっていうのは、これはもう本当に誰にもわからない。だからやっぱり決めつける人生って絶対に損をするし、はい、本当にその道を歩みたい、そこに向かって進んでいきたいっていうふうに思うのであれば、こう日々の努力を怠らないことだよね、うん、そうですね、本当に今まさにこう言ってくれた実際のストーリーって本当にすごいなと思うのが、そのおっしゃる通り、いつどこで誰がどのタイミングで見てるかなんて、これ誰も分からないわけじゃないですか、はい、でたまたま橋本直樹はもうとにかく野球好きで頑張ってたらね、橋本直樹を目当てに来たスカウトじゃない、外国人目当てに来たスカウトの目に留まってしまうと、はい、でその情報が球団に流れて、実際に契約して、実際にアメリカに行って、で実際アメリカに行ってもそうじゃないですか、こうサボるサボらないとかそういう次元の話ではなくて、日々の生活の中でどこが、ね、どこで誰がどう見てるかわからないし、そうですね、であの僕もこれアメリカでやっぱり経験あるんですけれども、その相手も自分も言葉でのコミュニケーションができないがゆえに、やっぱり行動態度振る舞いってみんな見てるわけじゃないですか。でその行動態度振る舞いが一つのメッセージになって、うん、その人のパーソナリティ個性、うん、人格になって、うん、あのいろんな情報を気づかないうちにみんな発信してるわけで、そうですね、だからあのなんかね、こう部活とかで怒られた時に、お前腐った態度すんじゃねえとか、お前態度が悪いって、まあまあまあ言わんとすることはわからないし、ちょっとそのね指導者のレベルにもよったらちょっとイラッとするんだけれどもね、やっぱりその我々人間って実は気づかない間にいろんなところでこう情報発信をしてるので、いやなんか僕すごい最後の今の話はストンと来ました。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあと最後にみんなに伝えたいこととか、あの宣伝することとかあればぜひ。
質問ないですかね。質問は特に来てないんだけれども、うん、じゃあ僕から最後に、はい、今ですね、お話ししたように橋本直樹投手、サラリーマンをしながら、まあ、クラブチーム等々でも野球やられてますんで、はい、毎年大会では150キロを謎に投げると、はい、そして今左投げにも謎に挑戦をしてると。そうですね。そして謎にトレーニングも未だに頑張ってるみたいなの で、 そ、 うです、ね、でその中でですね、橋本直樹投手は、今僕が運営しているベースボールオンラインサロンというオンラインコミュニティの中に入っていただいてですね、実はコーチーズバンクっていうオンラインで橋本直樹にリーチできる仕組みがありますので、ぜひですね、橋本直樹のピッチングの、なんていうのか、こうノウハウとか今までの経験とかそういうものを通して自分自身が成長したいっていう選手はですね、直接橋本直樹選手に投手にご連絡していただいていいのかなと。いいですか。よろしくお願いします。はい、ということでですね、あとはベースボールオンラインサロンメンバーの小浜さんもですね、沖縄の方で少年野球に野球だけじゃない指導をしているので、ぜひ一度時間あれば遊びに行ってですね、はい、はい、何かしら一緒にやってくれたらありがたいのかなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあそんなところで本日のですね、ベースボールオンラインサロン第2回ですかね、公開対談を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。